ロップ書くことないよね、今。今ってテロップ書くことないよね。ですよね。今って特にない、何もないですよね。こんばんは。持参稽古中。あ、それにしましょうか。確かに。いいですね。あ、安倍さん今日豪の部屋だったんだ。見たかった。何？34度。あ、今日でも東京もまあまあ暑かったよね。稽古頑張っております。違う、 MB か。おー、おやぶちゃんだ。今日早く出ます。本当にね、最近やっぱ一人やからマジで寝るの遅くて。そちら梅雨ですか？私今日大丈夫やった。でもな、ペン欲しくって、ペンが欲しいんですよ。ペンが欲しくて、それで買いに行くか悩んでる。安則沢さんとユッキー、松村さん、待って、ユッキー、千鶴子、コンサ、奥ペン、ササさ、おまるさん、健三郎さん、ロンド、二日坊主、みやみやみや、千鶴子ありがとう、プルプル、阪神優勝、MJ、キャズ、エビ、ヴァンパイア、桃井の月広、みやみやみや、短冊ありがとう、健三郎さん、誰もありがとう、松村さん、こんばんは。あ、未来ちゃん負けん方だったんだ。ゆきちよしパパ、月ひろロンド、短冊ありがとう、月ろグーグーありがとう、しーちゃん、そう斜めアングルだよ、ロンド誰もありがとう、ゆきさんこんばんは、ゆきパーフォリン、短冊ありがとう、ルンルンシューティングスターありがとう、カスタネット、ゆきちゃハートありがとう、ともミッドナイトパーティー、うんちゃん、ちかなみさん、のぶさん、朝かごこんばんは、ゆきちゃ風鈴ありがとう、ちかなみさん、梅雨です、ともやすくんこんばんは、そう舞台出るよ、ゆうとすくんかな、まさかごう短冊ありがとう、ゆうやくん、ともやすくんこんばんは、 MJ レターありがとう、ゆうやくん、短冊ありがとう、そう蛍光ペン、ともも、松村さんも短冊ありがとう、うん、嘘、おもろい、大好き、おもろい、それどこで言われとったん、おもろいな、おもろ、ありがとう、教えてくれて、リオペン懐かしい、エイジスさん、コンサルンありがとう、松村さん誰もありがとう、ゴドネこんばんは、トモ風鈴ありがとう、エイジさん誰もとフリフリありがとう、てかルンルンファンレター届きました、ありがとうね、ゴドネ七夕サラサラありがとう、笹の葉か、ビモレルさん前もキャッチしてる、すごかったね、杉本選手確かに解決が解決あるな、おうん、嘘、ゴーの部屋でメンバーで誰がお酒強いのって話してた私は強いですね本当に、風鈴ありがとう、見たかったらマーの話してくださってたんですか、な、どんな感じやった、反応は、別にそんな大して何も喋ってない、そんな思うほど喋ってないかな、マーが五度ね、単独ありがとう、嬉しいな、新未来、風鈴ありがとう、そう私最近知ってんけど、やっぱマナー結構お酒強いんやわ、そう最近ね知ったんだけど、うん、新未来そうだ、ありがとう、ほんのちょっと数日前にね、うん、
わかった。ちょっとじゃあ待っとこう。ほんなら阿部っちが言ってくれてたんや。ほんのちょっと数日前に、やだ、あのひなちゃんのお家でさ、お泊まりさせてもらった時とかに、そう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 、みんなで乾杯したんですけど、リチュエンこんばんは、みやびさんこんばんは、そうそうそう、その時に結構日本酒を持ってきてくれて、りさちゃんが、でみんなで乾杯してんけど、私強いわ結構お酒。みやびさんハートありがとう。酒豪だったか。でも別に飲まへんでもあのそのテンションにいけるので、正直そんなわざわざ飲む必要もないんだけど。 MJ ありがとう。うん、あの風鈴ありがとう。そう、顔色もそう変わらへんねんな。そうやねん、それも周りに言われた。でもちょっとそのひなちゃんちの時、この話したっけ、この話した、ちょっとだけフラフラしてたの実は。確かに実はっていうのもよく言うじゃん、立ち上がるとあのなんか回るって言うじゃないですか。立ち上がると回るって言うやんか。でも立ち上がって立ち上がって、あ回ってるなと思ってんけど、みんなには何も変わらへんって言われたから、あやっぱり私強いんだってそこでなりました。何でも変わらない人は飲まされるよ。あんまり私強いって言わない方がいいです。だったら紹介してお店があるな。やっぱあんま強いって言わん方がいいよね、きっと。どう、あんま強いって言わん方がいいよな。うん、そうやねん、私多分変わらんと思う。ありかこちゃんや、やっほー。まだ多分お酒飲んでもほんまに顔色変わらへんし、自分でもあんまり分からへんから。どんちゃんこんばんは。たしなむ程度、たしなむ程度ってどういう感じかな。ちなみにとも誰もありがとう。あーもっと強い人山ほどおるから、それはそうだわ。だからでもさ、そんなさやったことないからあんま分からんのよね、それで言うと。そうなんですよとは思うけど、お酒飲まへんでも楽しいからねって思わへん。だから別にお酒は飲んでって言われたら飲めるし、海海こんばんは、飲んでって言われたら飲めるし、なんかうん全然顔色も変わらずに、うん。アベッチ強いんですか、キングタックこんばんは。そう、アベッチって相当強いの、それ本人情報ですか。でもほんま一回限界しといた方がいいなって言って全然知れてないな。お付き合い程度ならそうやって言った方がいいってこと。うん、ちょっとだけ飲めます。でも多分イメージやで、一般的なイメージでも、いやお酒ののあんま飲めないんですっていう方が可愛くない、女の子。どう、りかこちゃんハートありがとう。うーん、賢いのに、確かに酒は飲んでも飲まれる、うん、料理アルコール出す、顔色変わらないと強いと思われますね。だよね、そらそうよ。え、やっぱそうだよね。あんまお父さんとお母さん飲まへんからな。ね、アイドル的にもそっちの方が可愛いよね。タッキーこんばんは。アイドル的にもさ、いやお酒あんま飲めないんですよ、ニコって言ってる方が可愛くない。スタージェットこんばんは。私酔っちゃったで、男はイチコロやで絶対ならんもんな、まだ多分。もはや強がりやから、そう強がりやから絶対酔ってる風に見せたくないねんな、その普通にあの女の子に対してもやけどな。うん、やけ酒なんや、学生の時。本当そうなんだ、現実に戻れなくなるほど。サーディーカーン、うん、おービール、男梅サワー、ホルレモンサワー飲んだくらいですからね。え、でもそれはまだ可愛い感じじゃないの、いきなり4本も飲んだんや。でもなんでやろ、誰と飲んだんですかね。そんなさ、いきなり飲むね。どんちゃんバラありがとう。なんか今更やねんけど、ショールームのさ枠変えようかな。
ャンル、アイドルに戻すか。こんな可愛いのにモテちゃうのに。え、どうしよう。でもどうしようかな。ヒデザートこんばんは。な、一気飲みって何のためにするんですか。それって何のためにするの、一気飲みって。うん、へー、あー、動画上げてたね、確かに。どんちゃんバラありがとね。一気飲みって何のためにするんですか、私も聞きたい。え、お酒何のために飲むんですか、それって。なんか分からへんよね。うん、つ、なんだろう。たまちゃんこんばんは。ノリと東京ダメし、でも一人で生き延びしてんのやろ。じゃあノリとかじゃなくない。ひつだと風鈴ありがとう。東京ダメしか、あんまりしたくないよね。でもどうなんやろ。ちまちま飲んでる方がさ、美味しくないですか。うん、手品のようにお酒を消すため。じゃあ飲まへんかったらええやん、ほんなら。うん、あ、そうなんだ。モーロアルハラ、アルハラっていうの、し、なんだっけ、新会っていうね、新入生歓迎会。うん、居酒屋さんで飲み放題だから息飲みして次々飲んで酒強アピールやん。へえ。あ、本当に飲んでなかった、さすがに。安倍さん飲めはりそうやけどな。でマーと一緒におった時もこんなん飲んだったよ。ビール飲んですごい顔しかめる。そう、ビールはね、あんま美味しくないですからね、正直。私もまだビールの美味しさには気づけてないからな。新入生の儀式的な意味もあるのかな。飲まへんかって怒られたことありますけどね。へえ、そうなんや。え、お酒強い方がかっこいいんですか、男の人的には。今はお酒の許容はアウトです。マナもないですね。一気飲みっていうのはちょっとあんま分からへんかも。でも美味しいお酒ってお酒っぽくないやんか、思わへん。美味しい、この前何、この前ね、何やったっけな、あれ、アイスティー、なんだっけ、トモリコンパ、アイスティーロックみたいな、なんだっけ、アイスティーロックじゃなくて、アイスティー、アイスティーラテじゃない、そうではないよね。弱い人は生き延びが本当にやばいからね、本当に気をつけてほしいな。うん、確かに飲みたいもん飲めば飲んだらええねんやもんね。確かに天狗とかでチューハイ一気飲みしてた。ドラマとかで見るやつやん、マジで。すごい楽しいね。でもね、はっちゃけでんね、お兄さん、ここ頭ネクタイ巻いてね言うて。え、誰か分からん、アイスティーラテじゃなくて、マルチェデル1881日、ありがとう、トットロトットット、ありがとう、トットロトットット、ありがとう、にゃん、1、2、3。ちょっともう湿気でさ、うん、すごいな。え、誰か分かる人おらん、アイスティー何飲んでんやったっけな、この前飲んだやつすごい美味しいなって思ってん。まさかね、こんばんは。でも忘れちゃった、アイスティーサワー違うな。でもシュワシュワしてなかったからサワーじゃないの、アイスティー。うん、ネクタイ巻いてなかった。外に通してね、めちゃくちゃ楽天キラーですね。なんだっけ、アイスティーハイかな、あ、アイスティーハイかも。だってジャスハイとか言うもんね、あれって。ジャスミンハイの、ハイって何、ハイってなんだっけ。トクと横浜くんこんばんは。よくさ、このお酒の話になるけどさ、忘れちゃうねんな毎回。ハイってハイボールのハイかな、
ロングアイランドアイスティー、こんな感じだったかな。アイランドとか入ってたかな。うん、はいはい、チューハイか。それ美味しかった。アイスティーハイ美味しかったです。この前初めて飲んだ。あんまないよね、でもお店に。でもそれこの前初めて飲んで、もうめちゃくちゃめちゃくちゃ普通にアイスティーやったんですよ、私的に。なんかあんまりそのあんまりね、なんていうんやろ、イヤホンこんばんは、うん、アイスティーはいどうぞ8月、あ、そうなの、イヤホンじゃん、久しぶり。すごいね、外に投手ね、素晴らしい。片島投手もメンタルが本当に座ってて素晴らしい。本当だよ、爆音イヤホン。童顔だから制服見た女子高生、イエーイ。アイスティーハイ美味しかった。でもほんまにアイスティーと変わらんなって思っちゃって、正直。そうやね、ロングアイランドアイスティー、それかな、わかんない、それかな、それ普通にアイスティー、うん、はい、各ハイボールとコーラを9対1で、うわーやだー。え、でもほとんどハイボールってこと。孫悟空こんばんは。最近弱くなったんだ。年によって変わるんですか、その弱い強いって。あんま分からへんけど、そういうもんなんですかね。そう、私はこの前初めて飲んで美味しかったです。でもあんまり未だに好きなお酒ってなくて、ほんと梅酒か梅酒のソーダ割りか。ウニウニ七つ星こんばんは。うん、アイスボックスをチューハイに入れて飲むと美味しい。おお、みんなあるんやね、飲み方が。アイスボックスって確かにでも美味しいやろな。うーん、年を重ねるたびにお酒弱くなります。うん、ロボルええて、ええて、ええて、そうだよね、あんま飲まへんくなるよね。私もほんまに飲みに行くことないからな。だからこの前めっちゃ楽しかった、ひなちゃん家でみんなで甘美ほろ酔いをね持ち寄ってバイバイしたあの時間めちゃくちゃ楽しかったなと思いました。そう、結局カシオレとかが一番美味しいって思わへん。うん、あ、掛け合うのはいいよね、確かに。それ一つ夢やもんな。最近すぐ酔うわ。え、誰と飲んでんの。そうやねんな、結局マナはカシオレが好きやで、やっぱやっぱり私はカシスオレンジ好きですよ、やっぱり。やっぱりあの子頑張ってるもんだって、推しメンやわ、ずっと。にゃんありがとう、にゃん123、にゃんありがとう。え、やっぱ美味しいよね、結局美味しいよね、一人ですけど。まあまあまあ仲良くしようやカフェオレでええやん。いや、そうよ、正直カシオレっていいならカフェオレでええねんな、別に。うん、結局カフェオレ好きやもん。だってほんま嘘じゃない、あの私の冷蔵庫見る、今マナの冷蔵庫見るか。うん、じゃあ今度の飲み会でカシオレ頼むわ。でもカシオレも別に一押しってわけじゃないよ。まあお酒の中ならまあ好きやけど。スータン、ありがとう、黙々なんだっけ、風鈴ありがとう、おやすみ、もっとこんばんは。カシオレとカフェオレは違いすぎん、ワードのあれが一緒、ワードのあれが一緒やん、ワードのあれ、ワードの音程が一緒やないかい。言うで、カロリー高めですからね。そうなんですよ、カルアミルクなら気に入っていただける方。いや好きやねんけど別に。元ハートありがとうな、好きやで。ただだからめっちゃ好き、このお酒しか勝たんみたいなのもやっぱまだ一個も出会ってないな。出会ってないし、なんかそこまで飲みたいぜウェイみたいなにもならへんからかなって
思います。私の見る、あの冷蔵庫ちょっと待ってや。でも冷蔵庫というかこっち持ってくるわ。証明できひんねんけど、残念ながら証明できひんねんけど、ほんまにお酒は入ってないです。別にいらん。あ、未来のレモンサワーってあれじゃん、レモンそのまま入ってるやつじゃん。それひなちゃん家で飲んどった。みんな焼酎は飲まへんな。でも飲んだことあるかな、どうやろ。まずほんまにお酒は入ってない。まずこれでしょ。まずココアね、ココアでしょ。下に溜まってない。マイレーズ、いや持参じゃないねん、あってんここに。そう、まずココアちゃんでしょ。ココア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 ちゃん、待ってな。何ですか。ここは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 ちゃん、そう、カシオリ入っていっぱいなの。違うよ、どういうことやねん。 CM、 そう、お茶とココアです。ひひココアでしょ。次、キャラメルティーラテー、はいでしょ。ありがとう、にゃん、1、2、3、にゃん、ありがとう。かわいいやろ。うん、誰、森蔵ロックで飲んで、それ何の名前やろそれ。焼酎キャラメルティーラテハイ絶対嫌や。キャラメルティーラテハイ絶対嫌。もう絶対ハイにしやん方がいいもんな。え、カシオレも、でもさ、カシスとオレンジ、カシス、どこにお酒が入ってんの、カシオレって。竹に短冊ありがとう。キャラメルティーラテでしょ。んで、うん、いや、おもろい冷蔵庫期待せんとって。これ、ほんで抹茶ラテな、かわいいやろ。ありがとう。もうハイボール聞きたくなさそうやもん。にゃん、1、2、3、にゃん、ありがとう。抹茶ラテでーす。美味しそうでしょ。最近はこれを日替わりで朝に飲んでます。こんな感じ。甘いやろ。そう、でもまだお酒よりこっちの方が美味しいと思っちゃいます、正直。お酒はまあまあ強いですけど、さっきよりこっちの方が美味しいなと思っちゃいますね。うんうん。なになに、酒豪水みたいなもんやってるけど、普段普通の飲むのハイにするのは酒豪の上かも。まだのこと言ってんのそれ、なんでやねんな。何言ってますねんな。でもやっぱこんぐらいの甘さが必要。あとなんかないかないな、あと飲むのないか。さっきも飲んでてんけど、やっぱなんかまだ甘い飲み物好きで、てかな、思っとってん、東京おるとあんまご飯食べへんくなるのよ。朝昼晩っていう生活というよりかは、スリーヤホー、MJ 短冊ありがとう。朝昼晩っていうより、なんかどっかをちゃんと食べるみたいな感じになるから、そうなんですよね。じゃあ飲み会はスタバやな。あ、かわちい、そういうのでいいな。でも正直、わざわざね。でもな、食べないとって思うねんけど、ココアめっちゃ下たまんねんけど、どうしたらいい。なんかあんまお腹すかへんねんな。これココアめっちゃ下たまんねんけど、どうしたらいい。こうしといたらいいか。ほら、めっちゃたまってる、とこってる、とこってる。ないよ。でもスタバのあれ欲しいねん、あのめちゃくちゃ折りたためる、わかる、めちゃくちゃ折りたためるペットボトル、ペットボトルっていうか、めちゃくちゃ折りたためるやつ。とこってる、これがとこってるっていうやつ、世の中的にとこってる。そうそう、こんな感じです、私の冷蔵庫。あー、よきお腹すかない。でも今日ルナさん、そう、今日ビーズガールズのルナさん
とあって、飲むときに振ったらいいんや。じゃあ今じゃないんか、折りたてホテルに赤目送りましょうか。ありがとう、助かるわ。うんじゃあ折りたたない、やだそんなフラペチーノ、もう折りたたまんとってほしいわもはや。何言おうと思ってんだっけ、なんか今コメントでなんか言おうと思ってんけど、星野さんの腕シーエンペラーペンギン、こんばんは。コメントでなんか言おうと思ってんけどなんか忘れちゃった。そうビーズガールズの先輩のルナさんに会いました今日。ルナッチ、ルナッチシリコンウォーターボトル、あそれそれそれ、シリコンウォーターボトル欲しいねんな今。ケイタこんばんは。ルナさんっていうビーズガールズ時代の先輩に会いました。これちょっと戻してくんで、うん、ルナさんと指輪買ってあげなはる。あ確かにルナさん指輪やってはるもんね今。そっか、その話とかすればいいけどな、すっかり忘れてた。確かにそういう話すればよかったわ。変わらずね、なんかビーズガールズのお姉さんたちはもうずっとお姉さんなので、トムネコヤッホー、うん、なるほどね。私指輪したいな言うて結局してへんのかい言うて。そうなんですよ、なんかずっとお姉さんやからやっぱいつ会っても本当安心しちゃいますね。エジさんありがとう、ファンファンファン、ありがとうございます。うん、そうもらったお誕生日にね昔ルナさんからいただきました。ヒロこんばんは。でもそのやっぱお姉さんたちってすごいなと思うとこがあって、なんかルナさんと今日喋っとって、ルナさんは二個上の先輩やねんけど、これ風鈴やで多分、ありがとう。なんかマナは甘えん坊に見えて、ビーズガールズのお姉さんたちから見ると甘えん坊に見えて、意外となんか自分の意見はっきりしてるし、なんて言うんだろう、自分の意見はっきりしてるし長女やし、そんな甘えれるタイプじゃないよなみたいなことをスパンって言ってくれてちょっと嬉しかった。トロロンこんばんは。そうなんかヒロこんばんは。あ一音さんじゃん、はぁ、そっくりさん、マナの、マナのじゃないやろそれ、不純のこともしかして。そうてか、ああよく分かってるお姉さんってやっぱ思いました、それ見て、見てじゃない聞いて。そうなんかそんな実は甘えれるタイプじゃないもんなって言われて、えですよねって言って、私ってやっぱそうですよねって言って、あんまさ自分でさ自分のことそんなしっかり分かってないからさ、あの全く、ほんでガキャプチさんの時の話して、タイについてきてくださったスタッフさんに、いやなんか甘え上手だからねって言われたんですけど、自分はあんま腑に落ちてなかったんですよっていう話をしてたの。あゆっきーだ、ありがとうこんばんは。マングースこんばんは。そうでもやっぱビーズガール時代から見てくれてるお姉さんから見たら、あやっぱりそう見えるよねと思って、でちょっと嬉しくなっちゃった。あよく見てくれてるなと思って嬉しくなっちゃった。ヒロ七夕ありがとう。そうなんですよ。そっくりさん、そっくりさんちゃうわ、マナやそれ、マナ、マナや舞台見に来てくれ。大好きハートありがとう。甘えられるのも一つの特技ですよ、ありがとう。ヒロありがとう。風鈴コーストレイヤホン難しいよね本当の、だからユッキーだるまありがとね。そう甘えベタですよ、だから実は甘え上手に見える甘えベタやと思う。なんか甘え上手、あオールスターやってんで今ちょうど、郡司選手ね。えてかグンジ選手そうなんや、今日もツーランやって、うん、あそうなん、わかった。トロロン
短冊とソーダありがとう。何でもできる才能です。そう、私最年少やから任せて、任せてくださいね。ファイターズがすごいよね、ほんと。ダイビングキャッチャーってメジャーね。うん、今年控えめ。え、ちょっと確かディンスなっとったな。スラッとしか見てなかったなと思って、ちょっと待ってや。オールスター、ヒロ不倫ありがとう。違う、ゼロです。昨日のままやから、うちついてんの。マジで、性質なし。やったんや。だから流れてこわへんかったんか、マナのとこに。悲しいな、ちょっと。あ、サーディーかー、 DJ かー。そうなんだ、持ちネタなんですか。あ、そうなの、持ちネタなの。あ、ほんと、そうなんだ。私も今知りました、正直。ごめんなさい、遅くて。知らんかった。え、でもファン投票やからさ。すごいですね。なるほど。これか、出てきた、これか。ほんとだわ、柳田選手、近藤選手、山崎投手、すごいやん。でも、うん、選手間投票。まあでも確かにそうだね。うん、あ、そうなの、車両に乗ってました。ね、確かに監督推薦、確かに。あ、だからトレンド入ってたんや、マナ。そこは見てんな。ケータハートありがとうね、いっぱい。選手間投票。でも結構紅林選手入ってほしかったってコメントいっぱいあって嬉しいね、オリックスファンとして。あ、そうなんですね。太田選手あたりも出そうって、これ今エゴサしてると。出れないですよね。あー、確かに出れないかも、確かに。でも入ってはるよ。なんかオールスターで検索しても昔のさ画像いっぱい出てきてさ、どれが本物オールスター。これか、ほんで。すごいね。でも有栖川、ヤッホー、期待しましたね。やっぱそうなんだ。そうだね、ゆっくりともぜひ休んでもらいたいですね。まあでも確かにね、怪我とかもありますから、ゆっくりと休んでもらってね。うん、そうそうそう、2024って入れないと。そうなんですよ、そうなんです、そうなんです。美しく生きろアイドルよ、全力見せろ、答え続けろ、森クレームね。はい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 、入りそうって。オリさん監督出ますよ、中島監督。応援したいですけどね、パリーグ。とりあえずまあパリーグは。え、西はどんな感じなの、ちょっと待ってな。西はどんな感じ。熱盛。パーしか出てこへん。なんでマナがパーしか検索しやんから。かわいい、オールスターアールトレックウェーブハイ、めっちゃかわいい。これ
ちょっとでも見せられへん、これ反射しちゃう、この黒いから。誰か検索して。もっと早く、ありがとう。オールスターアールトレックウェーブハイ、めっちゃ可愛い。オールスターワールドレッグウェーブハイ、可愛い可愛いです。オールスターワールドレッグウェーブ、セリーグ、セリーグはこれか。セリーグは結構割れちゃういい感じじゃん。あ、佐伯投手なの先発、すごいね最近勢いが。靴、コンバースのオールスター千人ヤホン、佐々木投手、巨人が少ない、 C っていうなら DeNA、 中日、巨人、阪神、ヤクルト、中日も、あでも2人いるのか、巨人が少ないのかな。カープがおらんのか。ほんまやね。千人ハートありがとう。レインポンこんばんは。あ、止まったってこと？わからん。佐伯投手どこで止まったかわからへんけど。すごいね。そうだったんだ。お疲れ様でした。広島首位なのに。ああ、そう。広島首位なのに。なんでやろかね。なんでやろね。ほんまやな。え、ほんまやね、確かに。確かにね。先週か。そうやったんや。へえ。オールスター知らん間に。発表されてましたね。うん。はい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 。なるほどね。マカポンペンギンこんばんは。間に合わんかった。ああ、そうやったのか。あ、そういうことやったんや。オールスター休めば良きです。休んでほしい。まあそういう意見もあるよね。確かに。全然休むというのもね、大事ですから。いや本当そうだよね。休むって大事よなってまだ最近思ってて、そう、なんかアイドルの感覚でラスアイってほんまありがたいことに毎日忙しかったから、忙しいのが当たり前で、忙しいのこそべ、なんていうの、いいと思ってたんですけど、意外とね忙しいのが全てじゃないですからね。で最近思う、ほんと休めるときにみんなも休んでくださいよ。みんなどういうときに休めるのかちょっとあれですけれども、みんなどういうときに休んでるんですかね。うん、あったなあ、あったなあ、そんなことあったね。確かに。トールンこんばんは。なんかまだ今日は眠たくて、さっきも寝ちゃってたもん、帰ってきて、こうステンって。確かにね、休んでほしい派なのか。まあ人によるよね、その辺もね。うん、確かに。お、肌さん治ってきた。確かにな、それは。でもそうだね。あー、そっか。あ、そんなんやったね。そうか、 WBC 外してたな。そんなんやったな、確かに。そんな感じやったね、言われてみたら。確かにな。まあオールスターはなんか本当賛否両論あるのかな、そうやって思うと。確かに、確かに休んだ方がいいこともありますからね、本当に。そうね。明日蒸し暑さ続く、熱中症注意やって、東京は32度。なんかさ、まあのさ、ほんま良くない話すんねんけどさ、うん、コリセラなら見なくなりました。あー、じゃあ結構前から見てないよこの前キザキのお家行かしてもらった時にさ、傘貸してもらったの、キザキに。でキザキ2つ傘持っとったから、わざわざマナに1個傘、折りたたみ傘を貸してくれて、でお家帰ってきたら、
あんの、自分の折りたたみ傘あんの、キャリーの中に入ってんの。そうキャリーの中に入っているんですけれどもね、そう断られるという。そうやねん、めちゃくちゃ折りたためる傘入ってんねんけど、ちょっともう出すのめんどくさくって、昨日稽古行く時も木崎の傘使わせてもらっちゃった。おーい、お前何してんねん、返せやーって言われそうやな。まあまあ言われた時は言われた時で仲良くやりましょうよ。そうなんですよね、なかなかね、はい、なか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 ちょっとね、早く自分の傘出さなあかんなぁと。木崎に早くね返しに行かなあかんね傘、うん、自分のがあるからな、自分の使わないと。そう、うん、あ、そうなの、今日副音声見られへんかってん。でもなんか好評そうやったね、なんとなく。畳むのは面倒、いや間違いない、それはほんまにそう。さやね、折りたたみ傘ってなんか面倒くさくなっちゃうね。貸してくれたんだっていう自慢、そうさやで、木崎さんねえ、だからまた早く返しに行かなあかんねんけど、早めに。うん、マナティ用に傘傘マナティ用に買ってんのえぐいな。でも木崎家なら買ってくれそうやもんね、正直ね。そうだね、うん、傘入れる袋余ってたらちょうだい。やば余ってへんやろ、それ余ってへんやろ絶対に、うん、いやいやいや、さすがにかちゃんと可愛い傘やから返しに行かなあかんねんけど。でもマナの稽古日程がな、出るのが前日なんですね、毎回。だから前日にしか予定出えへんから、そう木崎と会える会えへんもなかなかの予定が立てづらいんですよね、っていうのは割とちょっと正直な感想かもしれません。そうやねんな、だからなかなかね、なかなか予定が立てれないのがどうなもな。そう、ちょっと今どないしようっていうポイント、知らん間になるくなって。あれでもほんまそうよね、え、あのお家帰ってきて折りたたみ一回開けて水分落とすやんか、ほんですぐしまっ、ほんで別にカバーなくてもしまえるやんけど、その後カバーをその時にするかしやんかで運命変わるよね、マジで。傘のカバーって、傘のカバーの話やで、傘の。まーちゃこんばんは、本末転倒でもせっかく東京来たからなんか神宮とか見に行きたいけどな、うん、うん、あれ何の話や、何の話や。まーちゃんハートありがとうそうやね、カバーは乾かしてる彼の隣で一緒に乾かすよ。家帰った時にはもうカバーなくなってる。え？カバーなくさ？か傘の袋はストラップに結びつけてる派。偉すぎる。まあストラップ結びつけれるやつっていいよね、確かに。うん。マジ全体でシェアしてるという考え。すごくない？そうなんや。めっちゃすごいやん。うん。あ、グッズの？あ、そうなの、グッズのはそれは大事にしましょうね。サトシンヤッホー、うーん、久しぶりに。カバーがない折りたたみ傘が2つある現状、それなんでなん、どうやったらさなくすわけ。傘入れだけでも売ってるよね。あ、そうなんや。神宮のウルスター行こうぜ、本番やゆで本番中やゆで、その話昨日したわ言うて、見に行きたかったわっちゅうやつやったって。そう、なんでコンビニ傘を盗むのでは借りてるという感覚。あ、へえ、そうなんや、そうなんや。え、ほんま、ほんまにそれ、ほんまそれ、ほんまのあれですか。なるほどですね。うん、神宮球場行こう。
晴れたら忘れちゃう傘値段なの？値段なの？春風に次ぐ3調べるわ。終わってから見れるように。春風に次ぐ3。けせらせら今日もとなななな。でも最近めっちゃラスアイ聞いとってさ、あの今ほんまこの検索履歴見せたいぐらい全部ラストアイドルこの YouTube のほんまになんて春風に次ぐね。最近見てんの？ほんまや。9周年記念スペシャルのネタ見とくわ。傘のコントか。これや絶対後で見るわな。決勝ネタ、あ、ザ・ダビリューか。しかも女の子2人なんや。ハマってんねんな。伸ばしてたら持ち手が取れて、はいはいはい。のしプラスチックは別に伸び縮みいらんて。そうやね。最近めっちゃ聞いてて、バンドワゴンとか青春トレインとか大人サバイバーとか今日も聞いてた。めちゃくちゃてか最近歩くのめっちゃ好きで、前々から好きやん歩くのは。ずっと聞いてるらっしゃい。うん、偽物モノマネばっかり見てる。おもろすぎ。太陽次第だ、たとえ地図がなくてもどこかへはたどり着けるだろう。さあ、じゃあランキングを読ませてもらおうかな。明日から本格的な稽古が始まっちゃうので頑張らねばならない。あ、言うな、やっほー、ギリギリセーフ。それで、この街を歩くとどうして知らぬ間に。え、ほんまそれ、お散歩中に大人サバイバー聞くとさ、リズム合わせちゃうよね。あのめっちゃわかる。日高浩二こんばんは。走れてない最近？まだ今日だけで40分ぐらい歩いてんね多分。なるのだろう。うん、へえ、そんなんあるんや見とくわ。それでどれだけ頑張れ。頑張ります。さあ読もうかな。そうやね、大人サバイバー聞きながら歩くとマジでなんか強い気持ちに。あとあれ、フロンティアとね、人とぶつからない。それは嘘やわ。それはさすがに嘘やわ。10キロ走ります。お、でも最近雨やからな、無理せんとってな。うん、歩くのは早いの、多分リズムに乗せてるから早いと思う。でもこの話したっけ、木崎とさ、この話した、木崎とさ、ディズニー行くときな、どこの駅か忘れてんけど、マルたち別々のとこからスタートしてんけど、どっかの駅で木崎と会ったの。同じ電車に乗った、え、同じ電車に乗るってなって、でマナほんま怖くってさ、あの人マナのこと盗撮しとってんの後ろから。でエレベーター、こうウィーンと降りるエレベーターのマナの真後ろに木崎おって、でマナのこと写真撮られとって後ろ姿な。でほんでそれをマナに LINE 送ってこられとったの私に。でもマナは音楽聴いてて、まあその時はめっちゃ覚えてんねんけど、あげました、おめでとうございます、今年もよろしくお願いしますた、ヤッホーマナホーで、あのスクランブル交差点マジあっちゃんこんばんは。でその時はあれ聴いててん、最近キャンディーチューンさんの愛してね、思わせプリとか絶対許さないからね、言ってしてくるなな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 、愛してる愛してる愛してる私こんなに、あの歌聞いとって、であのテンポ感で、あのテンポ感でまだ歩いてるから、このエレベーターエスカレーターウィーンってやつ降りた瞬間もブワーって歩いてって、まだがめっちゃ端まで行ってさやっぱ歩きたいからこの曲に合わせて、で歩いて、ほんで LINE 見て、あれ木崎撮られてるわ、あれこれマナやんってなって、もう一回木崎の方まで戻ってったの、おはようって言って。ほんな木崎がマナティ一番向こうまで行ったよねって言われたから、そうやねん、曲流れてると歩きたくなっちゃってって言ってどんな話やねん、うーんって言ってあげまして、おめでとう、
ユナンパありがとう。そして熊太郎お誕生日おめでとう。7月3日だ。おめでとう。おめでとうございます。おめ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 でとう。おめでとうございます。ハッピーバースデイトゥーユー。ハッピーバースデイトゥーユー。良い1年にしてね。おめでとう。おめでとうございます。わーい、おめでとう。あ、ギリタン塩だ。いい1年にしてください。さあ、ほんなランキングを読ませてもらおうかなと思います。皆様ありがとうございます。この歌梅ソング聞いたら人とぶつからない。いや、逆にぶつかりそうやけどな。13位、ウェグリオンでも下からでもロンロさん、ありがとう。12位、トロロン、ありがとう。11位、エイジスさん、ハヒフヘホー、ありがとう。10位、 MOTO、 もともともとさん、ありがとう。9位、ヒーロヒ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 ロ、ありがとう。8位、ユキチャチャチャ、ありがとう。7位はケータアリケータ、ありがとう。で、6位は松村さん、あり松村、ありがとう。で、5位は高弘月弘双子ちゃん、ありがとう。で、4位がごぞね、おやすみなさい、ありがとう。3位は MJ さん、ファー、ありがとう。そして2位がとも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 、ありがとう。そして流行る第一挙手先輩はずんだら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 パン、みやめみややれん、ありがとう。やれんでした、ありがとうございました、ありがとう。そして本日のハッピーラッキーウキーパーソナリティショッキングピンク人間さんは大輔あり大輔、乾杯、ありがとうございました。ごく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 、ありがとうございました。はい、ということで、舞台があります。7月の24から28新宿村ライブさんにて青空メロディーズという女子野球の舞台があります。ぜひ遊びに来てほしい。そして8月の21から26まで、シアター千住にて幕が上がるという舞台に出演させていただきます。今日ね、ビジュアルも公開されましたね。ビジュアルというかチラシ公開されたね。かっこ、こんばんは。9月の14日も大阪公演があります。ぜひ遊びに来てくださいね。お待ちしてますよ。ぜひぜひぜひ待ってますよ。ママも楽しみ、ありがとう、そんな風に言ってくれて。有栖川風鈴、ありがとう。ツイッター、インスタも投稿しましたので、ぜひ見てから寝てください。クレジットされて嬉しいね。うまですね、名前ね。はい、ということで皆さん今日もありがとうございました。また明日ね、バイバーイ。ありがとうございました。おやすみなさい。顔めくれてんね、なんかこうね。おやすみ、今日もありがとね、夜遅くまで。エアフカラホーいるじゃん。おやすみなさいでした。今日は早く寝ます、私も。おねむちゃんだから、明日ちょっと早起きだから頑張るね。バイバーイ、おやすみなさい。バイバーイ。10月もいいか。明日で1週間だ、東京生活。早いな、早いね、そう思うと。はい、お互い明日も無理せず楽しもうね。おやすみ、バイバーイ。